分ぐらい経った。全然変わりがないですね。ゆっくりと足で帰ってるもんだって。ちょっと手入れてみるか。うん、おい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 。それではお名前を。これより子牛の誕生を迎えられるかどうか。あいや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 、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、本当に生まれるの死んだらやよ。初座の牛が怖いのよ、怖いのよ、怖いのよ。おーはーはい、あ、まだ狭いっすね。よいしょ、あ、狭っ狭っ狭っ。何だこれ、まだまだ時間かかんじゃないかな、これ。ほらほら、あ、顔来てる顔来てる、顔来てる、生きてる、わかんない、生きてる、生きてるね。マジか、うん、そうか、初座の坂子、坂子だ、正常に来てるけど坂子だわこれ。間違いないわ、坂子だ、引っ張んないと。ちょっとね、皆さん今までの流れ見てる方は分かると思うんですけど、坂子なんで解除をしようと思って今準備してます。初山の坂子だからね、ちょっと心配だなと思って、リバースになればいいんだけど、うんうん、よいしょよいしょ、どうしようこれ、どうい、やこれどうかな、これ残すのはいいんだけど、まあいっか、
込むな。嫌だね、嫌だね。おい、ないですね。どうしようかな、これ一本引っ張ってみようかな、これで。したら出てくるかもね。これつけらんないもんね。牛が引っ込ましてた。引っ込ました。引っ込ました。よし、おい逆なしに。なんだよ、はい、頑張れ頑張れ。よいしょよいしょ。ほらほらほら。ほらほらほら。大丈夫かな。おい、母ちゃん、あれ。大変だった。よいしょ。こっちやね。
です。皆さん、シャトーブリアン鈴木妻の牛チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。いやー、一応ですね、お産がちょっと割れまして、で、まあ、今日のお産、まあ、すみません、ちょっと鼻声になっちゃってですね、僕、ご存知の方もいると思うんですけど、僕、動物アレルギーなんで、牛の部屋の中とか入って作業すると、こうなっちゃうんですよね。まあ、気にしないでください。ちょっとお見苦しいところをお見せしますが。まあ、今日のお産はですね、どんな感じだったかっていうと、まずウィザンの牛だったんですよ。で、4時47分、まあ8分ぐらいかな、に破水をして、で、まあ、とりあえずほっといたんですけど、1時間半ぐらい経って、ちょっと進行が全く外から見えなかったんで、まあ、ちょっと一回手入れてみようかなと思ってですね、まあ、牛のその膣の中に手を入れてみたところ、ちょっと逆子だったんですよね。で、逆子の正常みたいな形で来てたんで、まあ、ちょっと、まあ、一瞬悩んだんですけど、まあ、解除した方が絶対的にいいよねっていうことで、解除バンドや、なんていうんだっけ、滑車とか使ったりして、一応解除しました。まあ、逆子って言っても、まあ、いろんな逆子があるんですよ。まあ、牛って大体その、まあ、ここがいわゆるその、入り口というか出口というか、まあ、陰部だとするじゃないですか。で、僕が牛側だとすると、大体こうやって出てくるんですよ。こうやって。で、こうやってなって、こうやって出てくるんですよね。で、逆子の場合は、正常な逆子だと、まあ、こうやって足、こんな感じで出てくるんですよ。まあ、これが足だとすると、これがお尻だとすると、こういう感じで出てくるんですよね。で、これが正常で、異常だとこれ、こういうふうに上向いちゃったりしてるんです。横向いちゃったりするんですけど、まあ、今回は正常な感じで出てきてたんで、まあ、ほっといても大丈夫っていう世界ではあったんですけど、まあ、ちょっと逆子っていうとですね、なんていうのかな、へそのが先に切れちゃうんですよ。で、そこから時間かかったりすると、こうやって後ろからこうやって出て、へそのを切れてってなると、息が吸えねえってなってですね、で、結局そこで死んでしまうんで、まあ、そこがあったんで、ちょっと今日は引っ張りました。まあ、本当、教科書通りに生まれたみたいな形で、まあ、教科書通りに引っ張って、教科書通りに生まれて、で、よかったなっていうところで、親は世話をしないということで、ゆかさんが頑張ってこうやって吹いてくれてですね、愛情かけてこうやって、さすがと思いながら、僕は見てました。まあ、そんな感じで今日も参加終わりましてですね。まあね、まあ牛飼いなんでね、夜にこういうことあるんですけど、まあ時間もそんな遅くないし、今日はそんな寒くないし、良かったかなと思ってます。とりあえず命がやっぱ、お産やっぱ怖いんでね、ほんと怖いんですよ。何が起きるか分かんないんで、いつもテンパるんですけど、とりあえず無事終わって良かったです。じゃあ、これから家に帰ってスパゲッティでも作るか。めっちゃ見てるじゃん。興味津々や。まあとりあえずよかったね。じゃあ帰りましょう。じゃあ皆さんさようなら。また会いましょう。